文エイン大統領は就職当日の13日、面接にもかかわらず故郷を訪ねることさえできず、家族に会うことができない離散家族をテーマにした番組に出演した。文大統領はこの日午後、KBS で放送された、2019出会いの川は流れる27分間、登場。同番組は、 分断の生々しい現場であるンツ核で離散家族の悲しい現実を語り、朝鮮半島の平和を模索する内容が込められた。番組に出演した文大統領は、このように長い時間、互いに会う機会さえ与えられずにいることは、南側と北側の政府双方の過ちであるとし、離散家族の面会はもう優先に解決しなければならず、 それが人道主義的な課題であると認識している。近く、面会行事から初めてビデオレターでの面会、故郷訪問、墓参りまで叶えられるよう最善を尽くしていくと語った。